自動車の衝突時における乗員保護と生存空間の確保などを考慮して設計製造をされた自動車用車体のこと。衝突安全に関する車体性能には各国のメーカーごとに様々な技術があるが各社の技術のすべてに一般向けの名称があるわけではない。衝突安全性能はメーカー間の技術競争の一つの項目になっており、技術の向上には 放棄やアセスメントに定められた安全基準が大きな役割を果たしてきた。日本では1993年1月に道路運送車両の保安基準が改定され、1994年4月以降の新型車には全面衝突試験が義務付けられた。1995年12月にトヨタ自動車が5代目スターレットのフルモデルチェンジを皮切りに衝突安全ボディを歌った。 ゴアを次々に、同社製品に採用、以降、他メーカーからも、衝突安全ボディ採用を謳う新型車が続々と登場した。また、自動車事故対策センターによる自動車アセスメントなど、公的機関による衝突安全試験によって各社に衝突安全性の格付けが行われるようになり、消費者が容易に衝突安全性を比較できるようになった。ただし、 後方からの追突に関する基準や放棄はないので、座席から車後端までの距離の短い軽自動車や5、ナンバーサイズの登録者における、トールワゴンハイトワゴン型のコンパクトカー、3列シートのミニバンなどの最高列座席の安全性には2020年代のオフセット全面衝突試験に使用された車両を大型バスにおいては、前方の上高口部分と後方のエンジンルームが、 クラッシャブルゾーン、床面が重ね上げされた運転席部分とタイヤハウス、エンジン直上の空間がサバイバルゾーンを構成している。普通乗用車やバスの衝突安全ボディの構造は衝撃を吸収するクラッシャブルゾーンと乗員の安全を確保するセーフティゾーンに分けられており、これらの構造を組み合わせたモノコックまたはスケルトン構造である。これにより、 衝突時に乗員に加わる衝撃を緩和する。また、エンジンブロックやトランスミッション、フロントホイールの素材や構造を工夫し、ボディと一緒に押しつぶされることによって、衝撃吸収力を高める技術の開発も進んでいる。衝突事故のほとんどは、フロント片側をぶつける、オフセット衝突である。これは、フロント全体で衝撃を受け止める。 フルラップ衝突より加わるエネルギーが集中し、ボディの損傷波及が複雑になりやすい。オフセット衝突で問われる、ボディの安全基準は、フロントが複雑に潰れていても、キャビンの生存空間が保たれ、乗員が無事でドアが開く、といった点である。世界的には59%オフセット衝突試験が行われているが、米国、フスのスモールオーバーラップ全突。 25%オフセット全突試験では高度な設計が要求される。さらには歩行者頭部保護性能テストもあり、この対策としてボンネットの高さと形状や素材が変化している。結果としてフロントとリアは衝撃をできるだけ吸収するための工夫された構造と素材、各パネルは複雑に複数が組み合わされた形になり、さらにインナーには充填剤が注入され、 高張力鋼板の改良や新素材の採用も進んでいる。一方、低速での事故でも人的被害が大きく、衝撃を吸収するスペースを確保しにくい、側面衝突に対しては、車腹の拡大やドア断面を厚くすることで、衝撃吸収のスペースを得て、ドアに内蔵しているサイドインパクトビームの強化、増設、ドアトリム内にエネルギー吸収パッドを設置。 ロッカーパネル及びピラーの後半厚み増し、およびインナーパネルの追加、そしてサイドエアバックなどで安全性を確保している。これらはロールオーバー事故への対応も含まれている。衝撃吸収性能が向上した反面、エンジンオイルや燃料、冷却水の流出量が従来車と比較し大幅に増加するため、火災などの二次災害や、 環境汚染のリスクが大きく上昇するなど、デメリットも少なからず存在する。独自の基準に基づき、名称を設けている自動車メーカーもある。これらの商標は消費者への周知を目的とした、マーケティングから生まれた造語である。日本では、メーカー別にまとめるとがある。自動車技術ハンドブック編集委員会、自動車技術ハンドブック改定版自動車技術会、2005年。 85ページ、歩行者等部保護性能試験の概要、自動車事故対策機構2019年1月12日閲覧、ツイダ産業発泡樹脂充填剤を用いた、サンドイッチ構造品の軽量、光合成化技術の開発サポインマッチナビチューブ2019年1月12日閲覧、高強度発泡充填剤フレームの開発、松田技法2019年1月12日閲覧、 ありがとうございます。